人間っていうのは男と女がまあセックスをして子供を作ります。いや予言じゃなくて絶対にそうなんだって、滅亡するんだって、そんなの分かんない、いや分かるんだって。いいかじゃあ聞いて、いいか聞いて、人間は滅亡する運命なの。これ人間じゃなくても他の生物もそうなの。人間はね、男と女がセックスをして子供を産むと、その際に、X の遺伝子と Y の遺伝子をくっつけるわけね。女の人が XX、 男性が XY ね。それが交尾をするわけで、男が生まれる場合はXY が生まれるのね。女が生まれる場合は XX が生まれるのね。そんなの今わかるわけない。いやだからわかるんだって。 X 遺伝子っていうのは1000とかあるわけね、1000個で、 Y 遺伝子っていうのはいくつだっけな、27とか、これ数わかんない、60とかっていう数しかないわけね。で、XX を持って女の子が生まれた場合は、父は XY を持ってるのね。で母は XX を持ってるので、子供が生まれた場合、女の子だったら父と母の X と X を持ってきて子供が生まれるのね。その時お父さん側の X の何番かが破損してましたって言ったら、お母さん側のその X を保管するのね。相互保管ができるんですよ。なので XX はそのまんま1000種類、今1000種類あった、1000種類ずっと受け継がれてきた。じゃあなんで Y が今60個とかになっちゃってるかって、 Y ももともと1000とかあったの、でも Y はもう60個ぐらいしかない。それはなぜかっていうと、XY と XX が子供を作った時に男の子が生まれると、 Y は直結で引き継がれるんですよ。で X が出てくるのね。お母さんの X とお父さんの Y をそのまんま受け継ぐんですよ。だから女の子の場合 X と X で血管が生まれた場合相互保管できるんだけど、男の場合 Y が直で引き継がれるから、要はどんどん劣化コピーしてることなんですよ。そう劣化コピーすることによって Y が減っていくのね。それで男の人がいなくなる。これが600万年後だと言われております。つまり600万年後には X 遺伝子が保管できなくなってしまうので、男性がいなくなります。そうすると女性は自力で胎盤を作ることができません。女性は男性の精子の力によって胎盤を作ります。なので残念ながら600万年後には皆さん絶滅です。ただね、人類はこのね2000年でこれだけ進化したのね。だから600万年後にはもうとんでもないねテクノロジーがなんか生まれてるかもしれないから、そんなものはその時どうにかなってるかもしれないけど、現段階のテクノロジーではどうにもならないので終了です。ということですね。チンパンジーとか遺伝子があるとよく知ってるね。チンパンジーは女性がでしょ、そうすると交尾するじゃん。で精子を女性がチンパンジーのね精子入れますと。で A のチンパンジーから精子をもらうと。でその状態で B のチンパンジーからも精子をもらって、 C のチンパンジーからも精子をもらっちゃう。その中で ABC さんの精子が戦って優秀な精子を残すんだよ。だからチンパンジーは結構理にかなってるというか、種の保存に強い、とても優秀で強い、優秀って言い方あれだけど強い精子を取っていけるからね。
だけど人間はあのそういかないから、だから弱い精子でも人間は子供を持つことができるのね。これは変な意味じゃなく、そういうふうになってるから、いろんな本に書いてあるから、いろんな本に書いてあるから、本当に書いてあるから、読んでみてください。読んでみてください。いろんな本あると思うよ。これが合ってるかどうかもちょっと不安だからさ、まあ、こういう論っていうか、こういう話も一つあるよっていうことね。これが間違ってる可能性だってあるよ。ただこういう話も出てるから、まあ、本読めば載ってるから、いろいろ出てるからね。ボノボな？ボノボな？ボノボはまあ熱いわな。ボノボは素敵やな。ボノボはね、あの愛だな。ボノボは愛だから、ボノボはあの主としての危機が高まると、喧嘩とかね、何かの主としての危機感、緊張感が高まると、そのまあその主としての緊張感を、ね、和らげなきゃいけない。ボノボというか生物として、人間我々もそうですよ。あのいろいろ何かね、主としての危機があったら、何かをしてその危機を沈めなければいけない。ボノボはそこでセックスするんですよね。セックスによって緊張感を和らげると。フリーハグみたいなもんだよ。フリーハグあの渋谷とかでよく立ってんじゃん、フリーハグ。フリーハグでちょっと落ち着こうよっていう、フリーハグ。そういうこと、ボノボは。いやーでもボノボは、ボノボマジリスペクトだわ。